はい、どうもグラシュです。テイルズ・オブ・シンフォニア・リマスター。今回はパルマコスタ人間牧場を襲撃いたします。襲撃って言い方でいいのか知らないけど。第二の牧場。ロイド。ああ、この光景見たことあるぜ。イセリアだけじゃなかったんだな、人間牧場ってのは。もうマーブルさんのような犠牲者を出したくないよ。ああ、もう犠牲者はいらない。行くぜ、ジンギアス。行くぞ。ディザイアも全滅だ。お待ちください、巫女様。じゃあ、ニール、ショコラがさらわれたんだって？はい、そのことでお話ししたいことがあります。とりあえずこちらへ。あまりいい話じゃなさそうね。皆さんにはこのままパルマコスタ地方を去っていただきたいのです。呼んどいて。でもそうしたらショコラさんはどうなるんですか？そうだよ、パルマコスタ軍と連携を取ってショコラさんを助け出すんでしょ。いえ、それがやはり罠か。嫌な方の想像が当たっていたよね。クラス、それに先生もどういうことなんだよ。ディザイアンが組織だった軍隊を持つ町をおとなしく放置していることが私には疑問だった。ええ、その通りだわ。反乱の目を潰さないのはそれが有害ではないから。力がないから放置されているのか、あるいは有益存在なのか。おっしゃる通りです。ドア様はディザイアンと通じ、巫女様を罠にはめようとしています。どうしてそんなことを。昔はこんな方ではなかった。本当に町のみんなのことを考えておられたのです。5年前クララ様を失った時もディザイアンと対決することを誓っておられたのに。それなのにどうして。わかりません。とにかくこのまま牧場に突入しては巫女様の身が危険です。ショコラのことは私に任せて、皆様はどうか先にお進みください。一刻も早く世界を再生するために、うん、確かに世界再生のためにはここを捨ておくべきだろうな。ダメです、このまま見過ごすなんてできない。そうだよ、もしこのままにしておいたらパルマコスタもイセリアみたいに滅ぼされちゃうかもしれない。そうでしょ、ロイド。そう、それはその通りよ。でもあえて私はクラトスの意見に賛成したいわね。街が滅ぶのが嫌なら今後不用意にディザイアンと関わらないことだわ。そんなのダメだよ。世界を再生することと目の前の困っている人を助けることはそんなに相反することなの？私はそうは思わない。コレットがそういうのなら私たちにそれを止める権利はなくてよ。この旅の決定権を持つのは巫女であるコレットなのですから。ロイドもそれでよろしい？レバハナからそのつもりさ、言ったろ、牧場ごと潰してやるって。しかし。いいっていいって、コレットが嫌だって言ってるんだから。これから取るべき方法は2つ。まずはこのまま正直に牧場へ突入してショコラと牧場の人々を救い出すこと。こうなった以上牧場を放置しておくことは第二のイセリアの悲劇を生み出すでしょうから。もう一つはドアの真意を確かめること。彼が罠を仕掛けたのなら牧場の配置もきっとよくわかってるでしょう。少しだけおしゃべり好きにしてあげましょう。ドア様に何をするんですか？聞かない方がいいよ、姉さんの折檻はすごいから。いった順当に考えればマスドアを抑えるのが正解だろう。ロイダーどう思う？いや、確実に救うってんならパルマコスタかな。パルマコスタへ戻ろう。まずはドアの口から話を聞こうぜ。せえね。でもなるべく早くショコラさんを助けてあげようね。まあロイドもたまには冷静な判断をしてくれるのね。そのようだな。では行くぞ。あんたはここにいねよ。これからあんたの上官を締め上げるんだ。見ない方がいい。ここで牧場の様子を見張っていてくださいね。そうか。パルマコスター、地味に距離あるんだよ。ドアの真意は？ロイド、ドアを問いただしてどうするつもりなのだ。そんなの、わかんねえ。ただ、このままにしておくわけにはいかないし、会って話を聞かないと何もわからない。きっと何か理由があるんだよ。そうか。
ならばパルマコスタに急ぐとしよう。そうだな。どんな真実が待っているかな。誰もいないな。なんか下の方から声が聞こえるよ。ん？そうか？聞こえねえけど。誰もいないのだ。地下に行ってみいるみべべべ。そうだべ。行ってみるべ。つまはクララはいつになったら元の姿に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上どこからも絞り取れん。まあよかろう。次の献金次第ではマグニス様も悪魔の種子を取り除いてくださるだろうよ。お父様。もう少しだ。もう少しでクララは元の姿に戻れるのだ。旅行の料金を底上げして。どういうことだ。なんだよその面は。まるで死人でも見たような顔じゃねえか。ねえロイド、そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール、ニールはどうした。ニールさんはいなくてよ。そっか、ニールが裏切ったのか。あんたの奥さんがどうしたってんだ。人質にでも取られているのか。人質だと笑わせる。妻ならここにいる。うわっ、な、何この化け物。泣いてる。あの人苦しいって泣いてる。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ、これが私の妻クララの変わり果てた姿だ。だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。ディザイアンとの対決姿勢を見せたために先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔の種子を植え付けられた。私が奴らと手を組めば妻を助ける薬をもらえるのだ。それじゃああんたはこの町の人を裏切ってるんじゃないか。知ったことか。所詮ディザイアンの支配からは逃れられん。コレットが、巫女が世界を救ってくれる。巫女の再生の旅は絶対ではない。前回も失敗しているではないか。それにこの町の者は私のやり方に満足している。ただ私がディザイアンの一員だと知らぬだけだ。黙れ。何がお前のやり方だ。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に送られたばかりにあんたの奥さんのようにされた人だっているかもしれないんだぞ。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉ちゃらちゃら口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったなら総督の地位なんか捨てて薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、その薬っていうの私たちで取ってきてあげよう。そうしたら総督だってもうディザイアンの味方にならなくてもいいんだから。私を許すというのか。あなたを許すのは私たちではなくて町の人です。でもマーテル様はきっとあなたを許してくれます。マーテル様はいつでもあなたの中にいてあなたの再生を待っていてくださるのだから。私の中に。バカバカしい。人間ごとき劣悪種にマーテル様が救いの手を差し伸べてくださることはありません。何をするんだ。お父さんでしょ。どうしてこんな。
ふざけるな。私はディザイアンを滑る五星人が王様、フロネーマ様のしもべ、五星人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって。愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず、化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。ついてないよ。ちょっと予想外の展開に。なんかね、うん、えらく声が立派だなとは思ったけど、アシッドレイン。獅子戦功。なるべく上攻撃からの古賀挟んで固める。行くぜ。複合得意ピコ挟ん。なんか出たね、ピコ挟ん出ましたね。でででで で, で。ここに集いで神の御心を示す。でででで。エンジェルフェザー。決まり。でででで。あ。ありがとう。エンジェルフェザー。ラックスピア。決まり。あやま。だいだいだい。あれだ特攻しがちだからすぐ落ちる。かすダメだ、ダメだ、俺が下手くそすぎる。くるくるマジック。バカならばせめてこの怪物を放ち、お前たちに死を。またかよ、また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。キリアは本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイド。そうか、ロイドと言ったかね、キリア。ああ先生、早く治療してあげて。ショコラ、助けてやってくれないか。お前たちをおびき出すため利用された哀れなあの娘。カードキーを手に入れました。認識番号は3341だ。分かった。それから
これは勝手なのだが、もしもどこかで妻を助ける方法が見つかった妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきたとき、一人でもかわいそうだ。わかった。わかった。ありがとう。そろそろ行こうか。お前、その言い方はないだろう。落ち着けロイド。我々がなすべきことは、ショコラを助け、この辺りを支配するマグニスを倒すこと。その通りだ。分かってる。あんたの言う通りだ。すまない。行こう。ディザイアンを倒そう。私の癒しの術は人一人救えない。先生、何か言った？いえ、何でもなくて。これは重たい。こっから出てったよね。出てったよね。見てないの？見てないの？父親。どうしてドアさんに嘘をついたの？哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて、知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人、薄々気がついてたんじゃないかな。だったらどうして俺にあんな質問を？それはあの人が父親だからだと思う。父親？子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。親心。子供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかないだな。だな。さあ、話しづらいな。いえ、何もしそうか。あなた方の顔を見ればドア様がどうなったのか想像はつきます。でもドアさんはこう言ってたよ。ショコラを助けてほしいって。総督。わかりました。総督の遺言のためにもぜひ私をお連れください。わかった。とりあえずドアからもらったあの鍵は使える場所を探しましょう。でもさ、鍵を開けて侵入したとしてもそう簡単に出入りができるとは思えないよ。しっかり対策を立ててから行動を起こす必要があるな。舌が回んないな。あー、いるね。めっちゃ敵いるね。手加減はいらないぞ。あ、鉄山港からの獅子閃光な。もしかして獅子閃光奥義？あ、秘技だね。あ、ってことは繋げられんのか。オッケーオッケーオッケー。私たちの武器は愛と勇気と希望。なんだよ、クラットさ、はっきりと言えよ。希望って、はっきりや、希望って。
開いたわ。あー長そうだね。パルマ牧場にて。とっとと片付けちまおうぜ。そうだよ、こんなところ長くいたくないよ。確かにいい気分ではないわね、リザイアンたちの施設にいるのは。ああ、急ごうぜ。てなわけで次回はここ制圧、今度こそここを制圧します。では一旦区切ります。お疲れ様でした。セーブができない。